30分です。今日も早くから神宮球場に来ていただいたスワローズファンの皆さん、どうもありがとうございます。皆さんこんにちは。スワローズスタジアム DJ パトリック Q です。そして東京ヤクルトスワローズマスコット20周年つば九郎です。つば九郎今日もよろしく。つば九郎、つばみちゃん、ダンスチームファッション、そしてジュニアチアリーディングチームスパークルスと今日もね、一緒に試合を盛り上げていきたいと思いますのでよろしくお願いします。さあつば九郎、日本生命のセパ交流戦もいよいよ後半戦ですね。まだまだ、上位との、ね、差はですねわずかなんで、スワローズ勝利を、ね、積み重ねて頂点目指して頑張っていきましょう。さあスタンドに集まっていただいたスワローズファンの皆さん、スワローズの勝利を後押しする力強い声援、今日もよろしくお願いしますね。応援よろしくお願いします。そしてライトスタンド応援団のみんな、お祈りのよろしく。さあ今日から埼玉西武ライオンズを迎えてのゲームです。ライオンズファンの皆さんも早くからようこそ神宮球場へ。皆さんこんにちは。ともに気持ちいい声援を、ね、送って試合を盛り上げていきましょう。よろしくお願いします。そしてライオンズマスコットライナー、神宮球場に来ていただきました。今年もようこそ、ね、お目がクリックして本当に可愛いですね。はい、ライオンズファンの皆さんも、ね、楽しみにしていたと思いますので、お兄さんのレオ様の分まで今日は、ね、応援に盛り上げてください。よろしくお願いします。さあそれではスターティングラインナップ発表の前の恒例のつば九郎の一言いきますよ。はい、今日はライナちゃんが来ています。さあ、お、女子力の、え、女子力の塊のライナちゃん、なんかいつもと同じような流れ来ましたね。得意のモノマネをと出ました。つば九郎の無茶ぶりです。昨夜は、あ、AKB 総選挙ありましたね。昨夜の AKB にかけて、なになに、秋山さん、清原さん、それではライナさんお願いします。固まってます、固まってます。じゃあ秋山さんからお願いします。大丈夫ですか。あ、じゃあもうつば九郎最後いきましょう。はい、 AKB の B はブコビッチ、これはもう決まりですよね。はい、それではライナさん、じゃあつば九郎と一緒にブコビッチお願いします。どうぞ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 。つば九郎もできるの、ところでつば九郎、じゃあキャラなしの、自分で無茶ぶりしといて、はいはい、つば九郎どっか行っちゃいました。どうしましょう、時間もありませんのでお待たせいたしました。両チームスターティングラインナップの発表です。